ハローハローハロー,ハローマーク全てが懐かしいよあの頃に俺帰りたいよ <laughs> オタファの秘密基地オタファの秘密基地ハローハローハロー,ハローマーク <laughs> 動画をご覧に皆さんこんにちはオタファですあのこのオタファの秘密基地は普段ゴリゴリのロボメカを中心にガングレビューしているんだけど今日はゆるいやつ行こうぜ たまにはガチャなんてどうでしょうかね。これはね、世代の人にとってはもう説明不要なんですね。えー、世代じゃない方もね、ぜひ一緒に楽しんでください。俺たちガングヤロ兄ちゃんが、どんなあ子供時代を過ごし、どんなおもちゃ屋に行っていたのか、あまあそんなことがね、わ、えー、かるようなあ、思い出話をしつつ、えー、ご紹介したいなと思います。というわけで今日紹介するのは、ガチャの憧れのハローマックだ 全国のガンギャロ集結セアあのハローマックの歌覚えてるあのあのララ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 おもちゃの街においでっていうあの陽気な歌ねハローハローハローマックそうあのハローマックがついにガチャになりました原型製作はマッドハンズさんこれ後でちラっとお見せするけどね昔ワンフェスに行った時に俺ガレージキット買ってんだけどおそらくこれと同じ原型師さんが作っていると思います で、僕、あの、前回レビューした超合金魂トライオン3の時に俺店舗に行ったんだけど、そうガチャがめっちゃあるところがあったんで、行ったらちょうどあったんで、6回回した。全部で4種類で6回回して全部揃いました。というわけで、ラインナップまず見ていこうぜ。01、マックライオン車。このハローマックというおもちゃ屋さんのトレードキャラトレード、何マスコットキャラクターですね。マックライオン。02、マックライオン。 これは車に乗ってない単体ですね。そして建物のハローマック。この、あ、解説しながらでいいこれね、えー、っとね、90年代だよね。90年代から多分2000年代まで一部の店舗であったらしいんだけど。まあ、ハローマックというね、昔おもちゃ屋さんがあったんです。これはね、本当に夢の、夢の国でさ、うちの近所、歩いて5分もしないところにあるんだよね。あったんだよね。そこでよく行ってましたね。用もないのにさ、 行ったなぁ。で、友達と会ったりとかしてね。うん、デラックストイとかさ、BB 戦士とか、元祖 SD ガンダムとか、めっちゃ見てたなぁ。売り場の外とかにさ、ガチャとかさ、なんかすげえ安いおもちゃとかいろいろあって、もう <laughs>、買わないのによく見てたなーなんか、売るっとくんなーそして、えー、04、建物。えー、これ何と思うでしょなんで靴屋さんがあるのと思うんだけど、まあ、ハローマックがなくなった後に、この、 ま、他の店舗に変わってたりとかするんだよね。で、要するにこれ、あの、東京靴流通センターの、まあ、グループなのかなうん。だからね、この靴屋さんに変わってることが多かったんだよね。これ見ると寂しいんだよな。寂しいんだけど、このシルエットは俺たち一生忘れることはない。<laughs> なんなら知らない、見知らぬ街にいきなり行った時に、こういう建物あったら、あ、ハローマックあったんだな、っていうのがわかるぐらい、すごい特徴的なやつですね。ちなみに、 6回ガチャ回したときに、こう3回これが出て。あ、もうやめようと思ったの。なんだけど、残りの3つは1発ずつ出て、コンプリート。といった流れになってます。さあ、話長。どんどん行きましょう。まずは01。もう組み立ててあります。マックライオン車。見てよ、これ。これ、ガチャで出るとかすごい嬉しいね。あ、言うのは捨てた。1回400円ですね。1回400円。リリ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 リ。 あのさ、直撃世代のあなたは会員証を持ってた。あの、500円ぐらい買うとスタンプを押してくれるんだよな全すべてが懐かしいよ。そして、マックライオン。これは、あの、なんていうのかな、車に乗ってるんだよね。ちょっと造形見ていこうか。2パーツ構成となっていたんだけど、車です。あの、細かいところまでちゃんと塗装されていて、いいなと思いました。改める、あ改めて見るとさ、へここ星になってんだなとか。<laughs> わかります。このゆるい。 愛らしい造形がいいね。こんな感じになってます。で、これ乗せると。これもね、ピンが結構緩め。こんな感じで軽く乗ってる感じだよね。いいね、真っ暗い音だよ。なかなかね、こういうちゃんとした立体物って、一般販売のアイテムではありそうでなかったよ。なかった気がする。あったら欲しかったもん。へいいね、ちゃんと手があって、顔がこんな感じですね。 あもうまさにさ、こんな感じの会員書だったよね。<laughs> 覚えてるああ、これが01ね。うん。さあ次、02マックライオン。これ立ち姿フィギュアになっています。これもいいね。上半身の部分かなりボリューミーなんだけども、ちゃんと立つ、これ。うん。で、あの、支えもある。後ろにこう、支えもあるけど、なくても全く問題なく立ちます。おー。 髪の毛ね、結構ボリューミーですね。なかなかいい。大きさは本当にこんなもんですね。大人の僕が手で持ってこんなもん。で、あの、握り石ぐらいのね、心地いいね、これ。なんなら俺ずっとポッケに入れときたいよな。俺だ俺の、我々のハローマックはいつまでもというわけで、さっきのガレージキットも、え、立ち姿と、頭だけ、あの、コンパチ式になってて、 車にに乗せられれるるっってててやつ選択できんんだだだけけど俺仮組だけしてたんだよななこれ一応フルアクションになっています塗装とかどうしようかなーなんて思ってたけどまあ今回こういう商品が発売されたからあの参考にしてもいいよねカラーレジンで発売されたやつなんだけどさいいねこんなフォルムをしてるんだねこんな風に立ってたんだねハローマックなー今思えばあの店員さんとか迷惑だったろうな俺 週3ぐらいで言ってたからな。メインはカードダスなんだよな。カードダスとかガチャとかなんだけど、まあ BB 戦士お小遣いもらった時は買ったりとか、デラックストイはなかなか買ってもらえなかったな。自分の記憶確かなら、雷神王の箱があったから、もう本当に90年代の最初ぐらいだね。10レンジャーとかあれもあったしね。全てが懐かしいよ。あの頃に俺帰りたいよ。<laughs> 帰りたくなる。 フォルムしてんな。これいいですね。あの、握りが心地いいです。素晴らしい。さあ、そして、03、建物、ハローマックです。俺たちのハローマック。おー、ちょっと全体のディテール見ていこうよ。あの、結構よく作られてて、この何、何ここがめちゃくちゃ特徴あんだよな。ホワイトの建物にピンク。これよね、これ。 で、このおもちゃって書いてあるところと、このハローマック、そしてこっち側。これ全部シールなんだよね、残念ながら。ユーザーが貼るシールがついてて。で、結構細かい位置。あの、位置をミスって貼りたくないからさ、もうすでに貼っちゃってるんだけど、こういう台紙に入ってて。一部ちょっと余ってるね。こんな感じで。いいなぁ。こういう立体物欲しかったの。これスケールで言うとどんぐらいかな。めちゃくちゃちっちゃい。あ、そう、これごめんなさい。これ4パーツ構成になってるから、 まず、パーツの構成ね。こういう風に入ってました。こうやって組み立てる。で、この細かい外観の部分は、ここが別パーツになっていくか。る。で、これを。だから、あの、接続が甘い場合は接着してくださいって書いてあった。まあ。まあ、ある程度保持力があるから、このままでいいかな。あー、フォローマックだよ。行こうか。 カード出すでもやりに行こうか懐かしいな地面に置くとこんな感じですねこの動画を見ているあなたの街のハローマックはどんなところにあった僕はねあの結構でかい大通りがあってその大通りのところにありましたね俺のね記憶確かならここの窓のところにいっぱいポスターが貼ってあって。 ここら辺にチャリンコ置き場になってて俺たちここでチャリを止めて <laughs> この辺に入り口があったような気がするんだよなでここら辺にねガチャが置いてあってさでこの中に入ると「ハローハローハローマック」っていうのがめっちゃ流れるあれ今思えばあのお勤めしてた方は大変だよねあのハローマックの店員のねお兄ちゃんお姉ちゃんはずーっとそれ聞いてるわけだからねでこっち側に神社があったな俺んでここ柵があって神社がありましたね 懐かしいなぁ。僕は生まれが長野県だったんだけど、長野県松本市だったんだけどさ、懐かしいなぁ。もう長野に帰りたくなりますね <laughs>。もう理屈なくいいよな癒されます。さあ、そして最後がこれです。靴流通センター。これも同じく4パーツ構成になってますね。で、実はこっちの方が細かいプリント仕様になってるから、 個人的にはこっちの方がコストかかってんじゃないかなと思いますね。こっちにも靴って書いてある。うん。で、造形は全く同じ。何店だろう、これ。街中店街中店ですね <laughs>。<laughs> この動画を見てるあなたの街のハローマック何になってる俺、こないだ検索したらお弁当屋さんになってたな。ちょっと悲しかったですね。といった感じで、僕はこれ3つ出て、 あとは、ハローマック、マックライオンクルーマー、そして、マックライオンくん。こう、全部で4種ですね。いやー、これいいですね。大きさはね、えー、わかりやすいところでね、今ちょっとこれ出してきたんだよね。あの、雑誌の付録についてきた、ネンドロイドプチっていうやつの、なでしこのルリなんだけど、この辺と大体同じかな。まあかなり小ぶりな、 ものではあるんだけど、400円って考えたら、すげえいいなと、いい大きさだなと思いますね。塗装もよくできてる。これは僕の中で完璧にこれ枠ですね。あの、憧れというか、懐かしいというか、懐かし枠ですね。これは、もうハローマック知ってる人はもうこれ説明不要だと思います。仮面ノリダーのキーホルダーですね。これは一応公式グッズになってる。ちなみにこれも解説すると、僕は昔、あの、マンだらけで購入したんだけど、 仮面のリダーのリーダ唯一のファングッズですねこの当時結構偽物とかあったんだけどこれが唯一オフィシャルのやつでよくさ「トンネルズの皆さんのおかげです」とかさ見てると番組にあのご意見とかあのト,ンネあのトンネルズたちの絵とか書いたりするとあの抽選でもらえるっていうやつですね、うんお。おはがきが採用されるともらえるっていうあの限定グッズですね。 えっとね、確か、ノリだとか、ホモーだホモー。あと、ラッコ男とか。うん、何種類かあったみたい。うん。まあ、これ、これ系です、僕の中で。これとか、ケンちゃんラーメン新発売とかね。<laughs> 僕、あの、これもまた、あの、この世代には説明不要だと思いますね。ケンちゃんラーメン新発売っていうね。俺めっちゃ食べた、これ。めっちゃ食べたけど、当たりが出なかったな毎週土曜日。今はね、学校土曜日。 あれかもしれないんだけど、昔はね、土曜日半日で終わるのよ。そうすると、俺、一週間に一回だけ唯一カップラーメン食える時があって、もう全部、ケンチャラーメンだったけど、当たり出なかったな。これめちゃくちゃ憧れましたね。これボールペンですね。こういうやつ。仮面のりだと、えー、志村けんと、<laughs> クライオン。俺はなんかこう、違和感ないけどね。うん。この三つ並んでても違和感ないぐらい、なんていうか、この、 なんていうかな、すごく懐かしい枠ですね。というわけで今回の憧れのハローマク、全4種。いかがだったでしょうかまあ、今日はレビューというか、ま、緩やかに、まあ、ずっと喋ってるだけだったかもしれないんだけど <laughs>。あの、素晴らしいガチャですね。もし、これ多分全国展開なんと思われるので、もし見かけた方、ぜひ回してみてください。1回400円。あなんとも言えない気持ちになりますね。個人的にはどれも当たりだなと思いますね。なんかこの靴も、 どこか哀愁があって、これはこれでいいしね。なんかどれが出ても。あ、でもさすがに靴は、あれか、うん。これはちょっと外れ枠かもしれないけど、うん。この三つはなんか、あの、どれもが、なんていうのかな。自分の、あの、懐かしい気持ちに、うん、浸らせてくれますね。おもちゃ屋さんって、こう振り返ると、街におもちゃ屋さんがあり、で、ハローマックができて、トイザラスができて、で、電気屋さんでおもちゃを売るようになり、 オンラインショッピングが盛んになり、今はメーカーのプレミアムな直接店舗ができてっていう感じでね、いろいろと時代が巡っていく中でのまあハローマックでしたね。人それぞれにね、直撃世代の人にとっては思い出があると思います。もしよかったらぜひ僕にその思い出聞かせてください。 あとはハローマックといえば今後11月、今月にもう一種類何か出るんだよね。あの鉄道模型とかと一緒にできる。もうちょっと大きいものだと思うんだけど。それも予約してるんで、届いたらレビューしたいなと思います。今回の動画面白かったなっていう方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとどんなことでも結構です。あなたからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。ハロー、ハロー、ハローマック。おどうでした